はい、どうもゼロゲンと申します。本日は遊戯王ラッシュデュエルデッキ改造バッグ創造のマスターロードですね、こちらの方の開封をやっていきたいと思います。合計で2ボックスですかね。はい、ちょっと金欠気味でね、ちょっと2ボックスしか買えなかったんですけども、開封していきたいと思います。で、今ね、このデッキ改造バッグが出たタイミングでキャンペーンやってまして、1000円ごとにですね、1パック。はい、こちらの方ですね。はい、見えますかね。ゴールドラッシュチャレンジパックっていうのがね、1000円につき1パック、もらえます。で、この中にはね、1枚、カードが入ってるんですけども、このパックでしか、今のところ手に入らないカードとかね、あと、ゴールドレアのミラギアスとか、セブンスロードウィッチとかね、なかなかいいパあのカードが入ってるパックがね、もらえますので、できるだけね、欲しい人は、買いに行くことをお勧めいたします。はい、というわけでね、早速開封していきたいんですけども、あれっすね、遊戯王セブンスがね、4月で新しい5ラッシュだったかな、新しいアニメになるということで、もしかしたらレギュラーパック、でもあと1個来るかな、もしかしたらこれラストかなとも思ったんですけど、あともう1個来るやもしれないですけどもね。はい、いやー、ちょっと個人的にはもうせめてもう1年間ぐらいね、セブンスやってほしかったなっていうのはあるんでね、ちょっと残念ではあるんですけども、ちょっと短いね、今までの遊戯王って割と3年周期でやってたんで、今回のセブンスなんか1年間分ぐらい短いのかな、なんかそんな感じですね。はい、よいしょ。ということで開けたのでまずね、ワンボックス目は普通に見ていきましょう。はい、で、よいしょ。今回はね、レジェンドカードにザ・クリエイターだったね、OCG の方にもあるカードが入っております。よいしょ。で、あとはついにこのパックでセブンスロードシリーズが全部揃うんじゃなかったかな。はい、セブンスロードソーサラーだったか、セブンスロードシリーズも全部揃って、あとですね、セブンスロードマジシャンとセブンスロードウィッチ、はい、この2つが融合した、なんか最強のセブンスロードなんだっけ、名前忘れてマスターオブセブンスロードとか、なんかそういう名前だったと思うんですけどね、そういうカードが入っておりますと。あともちろんよいしょ、ドラギアスのなんかあったかな、ミラギアスのなんかフュージョンカードも入ってるっぽくてね。まあなんかでも、マスター、セブンスロードマジシャンとセブンスロードウィッチの融合体は欲しいけど、ミラギアスのはね、なんかドラギアスと違って、そもそもデッキに、あんまミラギアスって入れないんだよな。だから、欲しいんしたら、セブンスロードマジシャンとセブンスロードウィッチの方が欲しいかなっていう感じかな。あと、いろんなカードのね、いろんなキャラクターのフュージョン体も増えてるっぽいので、よいしょ。早速ね、手に入れていきたいと思います。よいしょ、1パックずついくか、もうめんどくせえ。よいしょ、ということで1パック目いきましょうと。よいしょ、ちょっと今日ね、ちょっと環境がね、なんかね、これまでね、スマホの画面をパソコンに映してそれで撮影してたんだけど、なんかね、パソコンに映らなくなっちゃってね。はい、ポセイギョンアドベンチャラー、これあれか、魚深海何個だったか忘れたけど、はい、メダルメガレオン、これあれだ、ぐるぐるのカードか、そうか、ぐるぐるのカードも今回ね、いっぱい収録されてる。影しぶき、はい、お、古代のトカゲ戦士、これ OCG にもいたか。エーテルファストストライカー、はい、エーテルファインダーとかの融合体やね。はい、よいしょ、よいしょ、2パック、あ、2パック出ちゃった。よいしょ、はい、ということで、バチバチオクトスパー、これも深海なんとか、こうバブルヘッダ
自分の墓地の熱血スピリットスタジアム、何これ、何これチームアップマジックチームアップマジック、これあれか、ホームのカードか。チームアップマジック、ランクアップマジックではなく、チームアップマジック、サクリファイスフォースを合計2枚選んで手札に、うえー、強いやん。これいいやん。ホームデッキ作りたいんだけど、肝心のホームを持ってない。あ、なんだこれ。スーレアだ。激鱗解放。あ、これ、ぐるぐるくんが使ってたやつか。ぐるぐるくんねのデッキ、あんま興味ないんだよな。60枚デッキだったっていうのはなかなか驚いたけど。カマレオン。顔が近い。顔が近いな。東方は英雄と東方は英雄が合体したらイケメンになった。そうはならんやろ。警告輪行。警告輪行。XQT フィーナ。かわいい。サイキック。これまたロミンちゃん使うんかな。うん。よいしょ。劣化メテオ。メテオ。おお、なんだこれ。ウルレア？お、ウルレアの魔法カードはすごい。パラレルバースゲート。自分デッキの一番上のカードを墓地へ送る。自分の手札が0枚の場合、さらに自分の墓地の通常モンスター2体まで選んで、自分フィールド上に表、自分フィールド表側表示特殊召喚。え、強ないこれ。自分の墓地の通常モンスター2体選んででしょ。これ強くない？ラッシュで手札ゼロとか簡単にできるし、これ あの浅菜ちゃんのデッキとかに入れたらすげえ火力出せそうな気するけどな。通常モンスター普通に入ってるし、あ、これ強いんじゃないの。なかなかブラックマジシャンとかね、ブルーアイズとか、それにちなんだ他の通常モンスターも入れたりしたら一気に死者蘇生もびっくりやな、これ。はい、ガメラじゃん。ロイヤルデモンズエコー、バチバチオクトスパーク、クラゲ、クラゲ、あー、これだ、これ。ミラギアスター F、 これウルトラだね、出ちゃった。ミラギアスとザ・ドラゴン、はい、こういう感じですね。かっこいいんだけどね。うん、で効果もそこそこ強いんですけどね。相手フィールドの表側表示モンスターを3体まで選び、その攻撃力をターン終了時まで1500ダウン、このターンこのカードはモンスターに2回攻撃できる。このターンでもう一つの効果がこのターンこのカード直接攻撃できる。うん、いや強いんやけどね。モンスターに2回攻撃できるっていうところもね、なんかちょっと使いやすいようで微妙に使いにくいような気もするんだけどな。サンドバック状態に出てきたら強いんやけど。はい、あ、これか。サクリファイスフォース、完全にホーム球場やんけこれ。あー、なるほど。ホームデッキ作りたいな。エミッタスタック、お、戦天女キリハリー、キリハリー、新しいやつだ。キリハリーちゃん、ダークフェムトロン、闇落ちしてる。ネイル君がせっかく記憶取り戻したのに。キリハリー、ハリキリ、キリハリーとハリキリ、ハリキリ、ハリキリ、キリハリーだね。よいしょ、次次、2パックずつ出してますけど、よいしょ。うん、ロイヤルデモンズエコーを、ブースタートル、どうしようか。ロケットを刺すモジュラーケロン。つうか、メイドの土産。あ、サブマニンドゥルーガー。この前使ってたやつかな、リンドスケ君が。アスネグクラウン。これも融合の素材か。バルカンイグナイトハイパードライブ。あ、これ必殺技の名前じゃない？おい。ファストバルカンの必殺技の名前？そのままカードになったんだ。おお、早いね。メタルメガレオン。お、魔球！魔球！ OCG でもいた。これ、伝導率が上がるやつでしょ。グレートモスの伝導率が上がって攻撃力がアップするやつや。はい。あ！来た！エッチーノ。エッチーノ来ました。メイカ、エトランテ。エッチエッチですね。この子は相変わらず。はい。つうか、ウルトラレアもうすでに2枚出たから、もう出ないんじゃないの？今思った。ツーレアがあと1枚か2枚出るかな。まあ、あとレジェンドとかラッシュレアが出るかどうかってところだけど。ジュラシック、ジュラシックオアシス、スパイタートル、何これ。聖なる総合炸裂フォース、ミラーフォースちゃうのこれ。何これ。
相手モンスターの攻撃宣言時、自分の墓地のモンスターを3体をデッキに戻して発動、攻撃してきたモンスターの攻撃力は、ターン終了時まで500ダウンする。自分の墓地にリアクティブアーマーがある場合、さらに自分相手フィールドの攻撃標準モンスター2体おお、なるほど。ああそうか、あのリアクティブアーマーってさ、レジェンドカード なのでデッキに1枚しか入れれないんだけど、ミラーフォースが来たじゃないですか。ミラーフォースが来てしまったがために完全に介護感になってしまったんよね、リアクティブアーマーって。だからなんかそのリアクティブアーマー君を助けるためにこれが入ったわけやね。あでもこうなってくると結構そうだね、リアクティブアーマー1枚刺してこれを3枚とかにしたら割とありな気もする。はい、ストームボルトデストロイヤー、これ誰の、イカズチ族かっこいいな。ゲッタちゃんとか使うんかな。あこれもイカズチ族だ、ゲッタちゃん使うんかなこれ。はい、メカンブレーター、放電、あーおおきたーやったー、ラッシュレアだ、しかもラッシュレアのマスターオブセブンスロード来ました。このカードが欲しかった。はーい、見えますかね、こういう感じです。すごいキラキラ、ラッシュレアだ、しかも嬉しい。これがセブンスロードマジシャンとセブンスロードウィッチが融合したカードですね。これがね、このカードの攻撃力は自分の墓地のモンスター、闇属性魔法使い族のモンスター名の種類かける300アップ、強いねこの時点で。自分の墓地にモンスター、闇属性魔法使いが7体以上いるとき、このカードの攻撃が貫通する。やばー超高火力になったセブンスロードマジシャンの、こいつの攻撃力貫通する。やば、やったー。ある意味今回のパックで一番欲しかったやつですね俺。マスターオブセブンスロードラッシュレアいただきました、ありがとうございます。今回は久々に引きが良かったですね。これはいいですよ。救助もねいっぱい配ってくれたから、この前やっと作れるかもしれん、まともなフュージョンデッキが。はい、よいしょ。ホームも作りたいな、ほんと。サクリファイスフォース、アドベンチャー、古代のトカゲ戦士、もう出ないかな、さすがにラッシュレア出たし。ホットカエンレオン、ホットカエン、マキュー、感謝するアリ、あ、ありがとうってことか、なるほど。月下しぶき、あれ、あ、これす、おお、スーレアか。エンドレスロマンスブリッツ、無限のフォルダーブリッツとロマンスピック、おお、自分の墓地に、フォルダーブリッツとロマンスピックをそれぞれデッキに戻して発動、選択効果、相手に1500ダメージ与えるか、自分は3枚ドロー、その後手札を2枚選んで、ああ天使の施し天使の施し強い、すごい。無限のフォルダーブリッツ、あー、ロマンスピックはね3枚絶対入れるんだけど、フォルダーブリッツか、フォルダーブリッツ入れても1枚なんだよな。まあでもこれちょっと強いな、天使の施しできるし、相手が1500以下とかだったら1500ダメージ出して一気に終わらせることもできる。お、これかっこいいな、しかも、おー、いいですね。はい、激鱗火山、激鱗火山、これはいいですよ、なかなか。ちょっと使いたくなったな。いや、ほんと、キャンディーが欲しいんだけどな、俺。キャンディーを、なんかこのゴールドラッシュのキャンペーンのパックに入ってないんかな。よいしょ。もう、スーパーも全部出たかな。ちょうちんあんコイル。プラゲ。メタルメガレオン。これなんだ、このライトニングストームっぽい。雷族がいる場合に、ああ、雷族が種族限定のサイクロンやね。はい、これ全種族出すんやろな、そのうち。あ、プレデターガンレオン、なんかしょぼいな、レアなんだ。あ、ぐるぐるくんのエースの一匹だと思うんだけど、レアなんだ。なんかイラストもちょっとしょぼいな、なんか。ちょっと自戒心っぽいよね、なんかお腹の模様とかね。はい。よいしょ。あと何枚だ、ちょっと待って。パックのゴミが
パックのゴミが。あと、これは？あ、これ入ってない。あと2パックだ。よし。このパック、このボックスはなかなか個人的には良かったですね。はい。ありがとう。ロケットロータス。クラッピングサンダー。サンダー。シャワーリングインフェル。あ、これ出してたね。スパイオブザ、え、何これ？スパイオブザペーション。爬虫類族サポートなんだ。ん？そういうわけではない。爬虫類が2体以上いるときに発動。自分のデッキの一番上のカードをめくり互いに確認。その後、めくったカードをデッキの上か下に戻す。さらに相手フィールドの魔法トラップを選んで破壊。なんか最後の一行が急におまけっぽくなったけど。なるほどね。爬虫類か。ぐるぐるくんのデッキに入れるってことかな。スパイタートル、ライトニング、ストーム、ブラストジョーズ。はい。お、なにこれ。ラワン冒険隊。かわいい。なにこれ。急に何？かわいい植物族。ラワン冒険隊。はい。つうわけで、ワンボックス目、こういう感じです。ね。はい。いやー、個人的には、すごく、満足ですよ。そもそも、このマスターオブセブンスロードがラッシュレアで出てくれたんでね。多分、ウルトラレアでも出るはず。これは。はい。よいしょ。ワンボックス目はこんな感じだね。はい。いいですね。マスターオブセブンスロード。これはすげえ嬉しいな。はい。じゃあ2ボックス目このままいっちゃいましょうかね。よいしょ。はい、とりあえず2ボックス目ですね。2ボックス目はもう全部剥いた状態で見てないですけどね。もちろん。これで1枚ずつめくっていこうと思います。パパッとね。はい。2枚目だから、2ボックス目だからね。もう被ってるカードも多いと思うんで。よいしょ。ほい。お、なん、お、こうやって出てないな。荒野の七輪。ホルモン、ガンマクイーン。これあれか。ニックくんのフュージョンやな。はい。AUK5XQ にゃー。はい。あー、また。また出た。ミラギアスター F。出ました。ウルレア。はい。ありがとう。サンダー。XQT。おー、ジョー、ミノケンタウロース。出たー。フュージョン。ミノタウロスとケンタウロスの融合だね。はい。埋め立て埋められとる。かわいそう。放電。ありがとう。影不思議武器。おお、来た！ぐるぐるくんのエース。エクリシスカリギュレオン。かっこいいね。アドバンス召喚できるモンスターの中で初めて永続効果なんじゃないのかな。マキシマム以外であったっけな、今まで永続効果って。あ、なんか、あった気がする。あった気がするけど。来たね。自分の墓地のカードかける100。シンプル。だから60枚デッキにしてたんだよね。ぐるぐるくんは。はい。よいしょ。うん。ジュラシック。はい。ジャーマ・レーベ。誰のカードだ、これ。はい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 。ダーク・フェムトロン。闇落ち。つうか、もうルレア2枚出ちゃった。出るの早いね。はい。サブマニドゥルーガー、オアシス、メガアンブレータ、エミッタスタック。あ！何これ？最強闘士！かっこいい！イラストがかっこいいな、これ。守備表示モンスターが攻撃を受ける。相手モンスター、レベル9以下の攻撃宣言時に発動。ん？あ、相手モンスターのレベルが9以下のやつが攻撃してきた時に発動できるってことか。攻撃を無効にする。で、その後自分フィールドの守備表示モンスター1体選んで攻撃表示にする。この効果で表が攻撃表示になったモンスターが通常モンスターの場合、さらにその攻撃力をターン終了時まで1000アップ。なるほど。普通に防御札として使えるわけやね。だから、追撃を免れる可能性あるのかな、これで。よし。なるほどね。イラストがかっこいいな。バルカンイグナイトハイパードライブ。メイドの土産。イラストいいな、これ。ナナちゃんの蔑んだ顔が見れますよ。マーキー。爪レオン。
爪長、爪切り大変そう。マキウ、マキウ多いな。アドベンチャラ、劣化メテオ、はい、スネーククラウン、プレデターガンレオン、イグネットハイパードライブ、あ、エンドレスロマンスブリッツ、また出た。はい、あ、メタリオンキングコブラスター、この前ユーオークが使ってたやつかな。爬虫類メタのフュージョンモンスターだね。はい、ユーオーク今のままの状態の方が可愛いからあのままでいいよ。センリーダックビル、何このコダックっぽいやつ、ちょっと。はい、トラッピングサンダー、エミッタスタック、マキユー、クラゲ、お、アーマーリザード、アーマーリザード、ライトニングストーム、ブースタートル、サクリファイスフォース、ヘイゼル、あー出なかったね。こっちはラッシュレアもレジェンドも出なかった感じやね。いや、まあそれは普通がこうなんですけどね。普通はそう。はい、ということで2ボックス目はこういう感じでした。はいはいはい、でしょ。まあウルレア2の数3、これが基本かな。はい、うん、まあかぶったのはミラギアスタイフとロマンスブリッツだけかな、2ボックス目は。うん、まあミラギアスター使わねえんと思うけどな。でもメインデッキに多分入れないんだよな、ミラギアス。はい、こういう感じでございました。はい、ということでこれで2ボックス向き終わったわけなんですけども、じゃあよいしょ、最後にね、これ見ましょう。はい、このゴールドラッシュチャレンジパック、はい、これに何が入ってるのかね、ちょっと、見ていきたいと思います。これどっち向きに入ってんだ、どっち向きやろ。こういうボーナスパックはやっぱ嬉しいですね。これこのまんまいけるか。あ、これ裏だ、ニューロンのこと書いてる。よいしょ、でこれをめくったら出てくるのか。ほい、あー、ロマンスピックのスーパーだ、すげえ。ロマンスピックは3枚絶対入れるからな、サイキックに。あー、それのスーパーは嬉しいですね。おお、これ全部スーパーなのかな。よいしょ、なんかできるだけここでしか手に入らないようなカードが欲しいところではありますけども、 OK、 行きましょう。はい、でこれでこれを外せばいいんじゃないの。せーの、はい、あー、ハリキリのスーパー、あれハリキリってスーパーじゃなかったっけ、もともと違うっけ、レアだっけ、もともとどうだったかな。なんかフュージョン素材がよう出てくるな。ゴールドラッシュレアのなんか欲しいな。よいしょ、せーの、これで、せーの、はい、あー、ハンマークラッシュ、ハンクラか、ハンクラ出ますか、ここで。なるほど、いやー、ちょっと今のところ正直、まあロマンスピックぐらいかな、嬉しいの俺。ロマンスピックのスーパーぐらいやな、欲しいの。いやー、なんか出ねえかな。なんか砦を守る翼竜とかも入ってんだよね、砦を守るよ。よし、ラストいきましょう。よし、せーの、はい、ヒノコのカーテン来た、これ。あぶね、ちょっとカメラが、あぶね、ヒノコのカーテンか。正直微妙だなこれな。なるほど、まあ逆にそのボックスの方でね、セブンスロードマジシャンのラッシュが出たので、セブンスロードマジシャンじゃない、マスターオブセブンスロードのラッシュが出ちゃったから、だからそっちに運気吸われた感じがあるね。はい、これかっけえなー、これラッシュレアだでしかも。はい、いいですね。はい、そんな感じでね、今回はこんな感じの結果になりました。はい、でまだまだね、キャンペーンやってるはずなので、はい、あ、全10種類って書いてある、多分なくなり次第終了だと思うんだけどね。はい、で、ちょっと、OCG の話になるんだけど、
パワープロとのなんかアプリでなんか連携してもらえるキャンペーンのことを俺昨日知ったんですよ。あれなんか実際のカードもらえるらしいね。知らなくてさ、うん、始めたんだけど今からやっても間に合うのかな。もう全部配布し終わってるところばっかしじゃないのかな。うん、いやちょっとしくじったね。もう全然知らなくてさ、今まだちょっとちまちまやってんだけど、パワープロのアプリのやつまだ引き換えしてるところがあるならちょっとやり続けたいけど、もう全部配り終えた可能性があるんだよ な。10日前ぐらいからやってたらしくてね。いやーしくじったね。やるの忘れてました。はい、そんな小言でございました。というわけでね、今回は遊戯王セブンスラッシュデュエルですね。これラストかな。あとワンボックスぐらいありそうな、あともう一種類ぐらいなんかありそうな気もするけどね。はい、ソードのマスターロード、こちらの開封を知ってみました。はい、というわけでね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。また次回もよろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。